平成25年10月3日、阿蘇市農村公園アピカ、一宮運動公園芝生広場、波の副樹層屋内ゲートボール場の3会場で、第8回阿蘇市シルバースポーツ大会が開催されました。このうち1630人が参加した農村公園アピカの会場では、主催者の佐藤阿蘇市長が、健康が一番、元気が一番、今日は思う存分太陽の下で体を動かして素晴らしい一日にしてくださいと挨拶し、阿蘇市老人クラブ連合会副会長の寺原栄一さんも、健康に関心を持ち、お互いの健康をたたえ頑張ってくださいと挨拶しました。徒競走や輪投げ、グランドゴルフによるホールインワン競争など、たくさんのプログラムがあり、足で瓶を立てる瓶立て競争では、なかなか思い通りにならず、奮闘する参加者も見られました。テント内からも温かい声援が送られ、笑顔の絶えない一日となりました。また、老人会女性部による大阿蘇音頭も披露され、閉会式では、乙姫校区の大正5年生まれ、97歳の西岡則夫さんが、最高年齢者として表彰されました。